どうもこんにちは、マサンです。今回はワンピース、やっていこうと思います。いや前回は普通に余裕でクリアできましたね。ドクロと桜、ワポールですね。まあ、ちょっと S はもうちょっと多分敵を倒して取れてたんですけど、取れませんでしたね。難易度はもうこのままでいこうと思います。よっしゃ、行こう。ルフィが一番、波増えた。波増えましたね。ルフィが一番、まあ一応成長させるか。レベル、無理や。これは無理ですね。波を使おうとは思うんですけど、まあ、ゾロ。特定のやつあげとかな、死ぬもんな、これ。チョッパーレベル1。ベリー成長ね。足りひんな。もうこれで行くしかないか。やっぱルフィで行きますね。足りひんやないか。オッケー。足りひんやないか。足りひんな。全然足りてませんね。まあ、これで、まあ、ルフィで行きますね。よし、やるか。よし、やるか。ルフィがやっぱ一番使いやすいんですかね、もう完全に。まあ、少ないね、キャラが今んとこ。これはちょっとスキップですね、ムービーは。やっぱ完全にこれはもうクロコダイルですね。やばい、クロコダイルむずそう。クロコダイルの撃破。はあはあ。アルマの撃破、クロコダイル撃破なのかな。レジェンド。決戦アルバーナをクリアする。うわ、クロコダイル強い。クロコダイルを2回撃破する。ほう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 。まあ、戦闘準備もできてますよ。スキルセット。スキルを装備します。スキルのセット。え、こんなんあったん？全然やってへんやん。うわ、これやってないやん、俺。めっちゃ大事やん、これ。スキルって何なんやろと思ってたけど。え？溜まりやすくなる。自然回復するようになる。どっちがいいんやろ、これ。はあはあはあ。まあ、2個。集中力は船長の心やろ。これかな。オッケー、これでいこうかな。これでいきますね。なんか新しい技は確か増えてたはずなんで。めっちゃおるよ。バロックワークス。さあ、パーティーの始まりだ。今日でこの国は我らのユートピアとなる。はい、おい。すげえ。なんかこれ技多分増えてるんですけど、ちょっと待ってよ。ちょっとだけ確認しよう。スキルだけ。あ、スキルじゃない、スキル操作か。なんか増えたはずなんですよね。ゴムゴムのバズーカ槍ゴム、あ、ニュー。ゴムゴムロックと四角四角四角三角。はあはあはあ。3つ4つね。オッケー。これかロケットね。ストーム、何これ、やめろ。ちょっとミスター3よ、つぶれんこい。ナミや、ナミ弱いやっていうか、ウソップウソップおらへん。ナミとかも育てとったらよかった。おーの、クソ、ミスター3結構強いやん。えっ、跳ねさせろ、跳ねさせるんかい。えい、やれやれやれ。結構今回強そうやな。オッケー、いけ。石撤退、マジで。結構強い、結構強い、結構強い。絶対許さん。ロケット、
ッケー、縄張りダッシュ。よし、オッケー、吹っ飛ぼ吹っ飛ぼ。まず1個あと、結構おる結構おるからな。これ結構敵が多いっぽいんですよね。バロックワークス、おっとこいつや。オッケー、6個もこれあったこと、そういえばコメントで知りましたね。見えへん見えへん。おらよいしょ、トがえい弟をね、おりゃ探してんだ。エース来た、俺の憧れ。たしたしおりゃ、おれれれ。そう、おれれれれ。はい、誰や、橋が切れた。あかん、違う、ミスった。オッケー、風船ね、タシギ倒す。よし、タシギ、オッケー、オッケー、強いな。よいしょ、俺は必殺技どんどん使っていきます。オッケー、オッケー、射撃した。このくらいで値を上げたりはしませんから。海兵隊長とかめっちゃおるもんな。トレジャーイベント行くか。オッケー、ゾロが復帰した。よいしょ、えい、本部からのルデンか、撤収だ、体勢を立て直すぞ。オッケー、スモーク撤退した。拠点や、これは大事ですね。よいしょ、クロコダイルも起きた。岩の一味を消しておけ。野放しにしておきゃ作戦の邪魔になる。いや消してあかんて、俺が倒す。あかん、こっちからエピケットとか。え、開門、お、来た。こっち強いな。もう使いますね。ライフル。ミスター守った。よいしょ。ロケット。よいしょ、よいしょ、行こうかミスターマン。俺の相手はあいつだね。すえ、あいつは俺が引き受けた。ロケット、アルバーナが残っていたのは分かった。はい、秩父から。オーケー、こいつは強いんやって。ロケット。わずか8歳で海軍の軍艦6隻を。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。ミスターワン撃破。突入や。あっち行こう。よし、こっちに行こう。それなんとかせな、やばいって。こいつら潰しとこう。オッケー、負けられたらここにある。オッケー、ゾロとサンジしかおらんのか。私は政府の人間が大嫌いなの。めっちゃクールやもんな、ニコロビン。
ちかこっちかこっちかこっちか行かれへん。マジであっちか。これ多分こっちから行けんぽいな。マジかよ。苦戦。三刀流の極意よな。社長命令。もう倒してて俺。始末。ミスターワン。ルフィ千人撃破。遅い。これまずいぞ。ルート的に多分。あっちの真ん中から行くっぽかったな。ルートミスりましたね俺。急ぎます。敵が縄張りするしアルバーナ救援せよなんで、まあ敗北条件は敵めっちゃおる。ここまずで取られた。回復させます。おらいって、オッケー、オッケー、シェイドラ本末。よいしょ、ストーム強い。オッケー、よいしょ、くそ、ミスった。強いな、くそー、これめっちゃ強いやな。ストーム、よし。あ、マップなくせれん、これで。ライフフル。俺、絆ラッシュで使うのはもったいないんでね。ストーム使おう。ストーム。これめっちゃ強いな。ストーム、やばい、ストームやばい。オッケー、ストーム、はい、ストーム、これ強すぎやろ。ストーム、オッケー、オッケー、ドーン、クロコダイル1位撤退。オッケーオッケーオッケー、あと1個や、あっちね。よしよしよし、ケルテンヘイジを倒しておきますか。オッケー、ストーム、ストーム、オッケー、使おうぜ。はい、ミスターやつでも多分楽勝だと思うな。リャー、ストーム、よいしょー、オッケー、ストーム、よいしょ、ロケット、ストーム、ロケット、オッケー、オッケー、とどめ、ライフル、ライフル、オッケー、ちょうどこれでミッション成功ぽいね。
だいぶもう操作分かってきたんで、敵のナーブの制圧に成功。アルバの応急に次ぐ黒子だ、来た。ちょっと待って、でもいつも敵がねここら辺倒していこう。イベント来た、クロコダイルのイベントっぽいの来ましたね。フルトン、さあクロコダイル、かっこいいよなクロコダイル。さて要塞伝と言ったな、オッケー、時間がない、やめんかい。ここ速攻で倒そう。オッケー、あ、そいつ倒すね。時間ある、時間ある、やめよう。探すなら敵側の人間に聞くのが一番早い。オッケーオッケー、任せろ任せろ。さすがは国家機密だ、知らなきゃ見つからねえな。いけ、オッケー、あそこ、あそこや、目指せ目。チョッパー、あんたの鼻で見つかんないの。オッケー、もう使っていこう、どんどん使っていこう。おら、オッケー倒した、オッケーオッケー、よし急ぎます。これ時間が鍵なんじゃね。ストーム、潰れろ、あ、だって目なんかい。でもえ、あと3機、あと3台、それだけ出かければ危険な位置。オッケー、おら、よっしゃ撤退した、あと2台。オーケー、よし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 、オッケーオッケー、倒した。どこや、補給台、ミッション更新、砲撃手ぶっ飛ばせ。オッケー、オッケーオッケー、時間は残りわずか、ここか、急いで砲撃手を探すなよ。オッケー、おった、発見しました、ぜーん、オッケーだ、もうちょいドン、オッケー倒した、オッケー、やめろ、おらー、ドーン、来たやろ、かっこいい、ルフィの、しゃあワニ、あいつをぶっ飛ばす、おお、終わりや、やめてください、エロー、おらー、いけ、おっ、来た、クロコダイル来た、おー、バラックワークス抜けたんや、すべてを許す、なぜなら俺は、あなたから誰一人
信用し合いねえからさ。かっこいいなクロコダイル。ここはすく、オッケー頼む、いけ、オッケー縄張りダッシュ、こっち、いやあれこっちから行くやろ、ほら解けよ、ここからこうか、おった、あいつ潰す、一応もうマックスと思ってるんでね、おら開けんかい、オッケー、おらー、オッケー開いた、来た来た、スナイプ来た、これ見れないのはちょっと残念ですけど、クロコダイルの格好さはね、漫画とかゲームそこで確認してください、セットしよう、でまだ俺の邪魔はし、おらー、ゾロ、お前の目的はこの国にはねえはずだ、他人の目的のために死んでどうする、お前は何も分かっちゃいねえ、その通り、ソーム、自分は命を捨てて人を助けようとするんだ、だからその厄介者を見捨てちまえば、行け、三刀流、おらー、死なせたくねえから、仲間だろうが、かっこよ、お前俺を誰だと思って、力にどこの馬の骨とも知れねえ小僧が、クソが外した、お前なんかじゃ俺には勝てねえ、俺は海賊王になる男だ、はい、じゃあ、おー、いや、来たやろこれ、このコンボ、ナミ、来た、ダブル来た、もうこれ使おう、最強技三刀流、ライトニングボールでサンダーボールとかドーン、かっこええ、この続きはもう漫画で、漫画かゲームで見てください、クロコダイルかっこええな、ちょっとムービー見れないのが本当に残念です、やったな、びっくりが全然全然あかんわ、獲得びっくりで倒したやつですね、激安も微妙かったし、そこそこ B はないな、悪すぎたな、結構もらいましたね、これがちょっと少なすぎたな、びっくりなやつ増やさなあかんわ、エース、エース来た、エース、マジで、ルフィセットしとこうもん、 OKOK、 はいはい、ナミが使えるようになった、あ、ナミが今回やっと使えるようになったと、いやこれベリー大事ですね、そんなに多分マックスのスカートだったらもっともらえるんやろうけど取ってないんで、はい、というわけで1億の男、これベラミーやな、確実にベラミーですね、確か多分ね、アルバーナなんとか、ちょっと戦績はちょっといつもより落ちる B という結果に終わったんですけど、まあクリアタイム早かったんで、もうちょっとね敵を倒しとったらもうちょっといいランクをもらえたかなと思います、というわけでまあもう結構ねどんどん慣れてきたんで僕も楽しくなってきました、ただちょっとまあスキルを使えるタイミングだったりとかが、スキルとか必殺技のタイミングがちょっとあれですけど、まあどんどんもうちょっと上手くなっていくと思うんで、まあマップの把握とかはもう完全に、今多分できてるんで、まあその辺注意しながら一発で全部、どんどんストーリーを進めていきたいなと思います、というわけで今回は、これで終わりたいなと思います、まあクロコダイル編はね本当に僕も好きだったんで、まあムービーちょっと見れないのは残念だと思うんですけど、まだ漫画とか、見て
あとまあゲーム買ったら見れると思うんで、ぜひね、この辺をチェックしてほしいなと思います。では今回は終わります。ありがとうございました。